ディアーヌは、シトロエンが1967年から1983年まで製造、販売した自動車である。1967年、シトロエンの代表作である二 c v の後継者として発表され、マタルノー4に対抗するための車種であった。同社の網ともメカニズムの多くを共有するが、網は上級車、ディアーヌは二 c v を近代化したベーシックカーという位置づけである。 アカディアーヌという商用車仕様も生産された。スタイリングは1955年からシトルエン参加となっていたパナール所属のルイビオニエが手掛けた。車誌やエンジン、トランスミッションなどは 2CV と共有した。しかし、発表からすでに18年経過していたにもかかわらずに CV の人気は衰えを知らず、ディアーヌは 2CV の後継となり得ずに、同車よりも早く生産を終了した。 およそ140万台が生産された。ベーシックカーの刷新を図るも、その根強い人気に対して、後継者が定着せず先に生産を終えるという例は、ミニとメトロ、ビートルとタイプ3やタイプ4でも見られる。上で述べたように、当時の2 c v 人気には、計り知れないものがあり、その陰で、ディアーヌの存在意義は広く理解されることはなかった。それゆえ、当時はもちろん、 現在でも旧社のミーティング以外で、ディアーヌを見かけることは稀である。ありがとうございます。